じゃあ、こんばんは。改めまして、アンジポです。始めます。GPT-4 出ましたね。ということで、えー、皆さんもすでにいろいろ触られていることかと思います。GPT-4 が、まあ、何なのか、どうすごいのかっていうのは、まあ、言うまでもないことなので、この場ではお話しししませんけれども、GPT-4 といえども、いろいろ苦手というか、できないことはあるわけですね。それ例えば、 えー、今、日本の首相は誰ですかっていうのを、これ,これは GPT-4 有効になったチャット GPT ですけど、えー、聞いてみると、カンヨシーさんが首相でしたみたいな感じで言うわけです。これはなんでかというと、えー、学習したデータがいつまでのデータかっていうことにまあ基づくわけで、えーまあ、学習してないことについては当然答えられないということになるわけなんですよね。なので、 えー、GPT 君がいかに賢くても、まあ自分が学習してないデータについてはそれは知らないよなという話になるわけです。これはまあ、えー、やり方というかその GPT のその学習の仕方そのものに基づくものなんで、別にいい悪いではないんですけど、まあこういう、あの、まあ実践的に使うときに、まあ、もしかしたら使いようによっては不利かもしれないようなことがあるわけです。で、この間会社で教えて AI ロリポージさんっていうのを 出しまして、で、これのそのプロトタイプを僕が作ったんですけど、えー、こういう内容のものです。で、こいつに日本の首相は誰ですかって聞くと、ちゃんと岸田文雄さんですって答えてくれるんですよね。で、これはなんでそういうことができたのかっていうところなんですけど、さっきの GPT 等々、まあ機械学習モデル全般なんだろうけれども、 えー、にとって学習してないデータについて、まあ特に事実とかですよね、推論するみたいなのはできるんですけど、学習してない事実について答えるってのは難しいんですが、まあであるからこそ、その外側にある、モデルの外にある、いわゆる外部知識を用いて、えー、まあ AI の学習したものと外部知識を合わせるとより、 強くなるよねという形で、まあそういう形で外部知識を使う保管をして何かをするというようなアプローチがあるわけです。で、さっきのロリポージさんは、えー、僕が、えー、ラングチェインというライブラリを使って30分くらいでプロスタイプ作って、で、そこからまあいろいろ社内メンジャーが頑張ってデプロイしてくれたんですけど、まあ、ラングチェインとっていうのを使って外部の、えー、知識を参照しています。で、ちょっとこれ、 昨日確か出たやつで、ラングフローっていうツールなんですけど、そのラングチェーンを、このフロープログラミングで実装できるっていうやつがあってですね、これ分かりやすいんで持ってきたんですが、まあなんか、えー、これは、えー、まあかなり概念的にこうフローを描いてるんですけど、実際のプログラムでもこういう感じで書いていてですね、えー、まあプロンプトがあって、で、それと、あのー、検索エンジンを のデータを引っ張ってくるやつがあって、それで最終的なアウトプ,ウトプットが出るよ、みたいな感じで、えー、チャットができておるというものがあります。これあの非常に面白いんで、ぜひなんかこの辺興味ある人は使っていただければなと思います。これを使ったら3分ぐらいでピッピッと組み合わせるだけで、なんか AI チャットみたいなのができるんで、とっても便利です。というわけで、あの、何,何かしらのその大規模言語モデルを使う、それに加えて、 やっぱりその新しい情報にキャッチアップするとか、あるいは外部にしかないデータを使うみたいなアプローチというのはすごくあの、重要になってくるのかなというふうに思っています。で、その一つの例として、こんなのを最近作りました。チャット WP、チャットワードプレスっていうのを使って、ワードプレスのサイトのデータ、まさにこれは外部知識っていうやつですよね。それを読み込んで、で、それをチャット GPT に投げることで、なんかいい感じにおしゃべりできるみたいな、 え、簡単なソフトウェアを作りました。で、えー、先ほど言った外部知識の話なんですけど、リアマハブっていうサイトがあって、なんかいっぱいあるんですよ。外部知識、例えば、ここだとアサナが出てたりとか、エラスティックサーチのデータを使う用とか、ディスコード使う用とか。でそれで、ワードプレイスのローダーもあるんですよね。このワードプレイスのローダーを使って、えー、僕のこのブログ、これワードプレイスで書いてるんですけど、この ブログ5000件ぐらいデータが、エントリーがあるんですが、これを全部読ませてですね。で、そいつでおしゃべりをするよというのを作ってみました。で、ちょっとだけデモをすると、えっと、今起動します。で、インデックスを、あらかじめインデックスは作ってあるんで、インデックスを読み込んで、なんだろうな。あなたのお名前は何ですか これ結構時間がかかります。インデックスを読み込んだ後、OpenAI の API に投げたりしてるんで、まあちょっと時間がかかります。そうすると、なぜかカタカナで返ってくるんですが、えー、私の名前はケンタロウクリーバヤスですということで、まあこのチャット WP が僕のブログの著者になり変わって答えてくれるという感じです。じゃあなんか、趣味はな何ですか あ、間違えた。まあ、いいや。アは何ですかとと、まあ、こんな感じで答えてくれるというのがこいつです。でですね、あの、これ作ったんですけど、あの、結構実行するのがだるいんですよね。あの、自分のブログのデータを取ってきてるんで、そのインデックスを作ったりとか、あとオープン、オープン a i の API キーを、まあ、あの、自分でちゃんと用意しなきゃいけないとか、いろいろ大変なので、 試してもらいたいんですけど、なかなか人に試してもらうのが難しいよなということで、えー、CMDW という簡単なツールを作りまして、これは、えっ、ー、と、ローカルのマシンでコマンドを実行しつつ、httpd を立てて、それに人からアクセスしてもらうことで、あの、今の実行を他の人にもやってもらえるようにするっていう、まあ、簡単なツールです。で、これによってのデモをちょっとやりたいんですけど、 えー、なんだ。どうやるんだっけ。あ、これはいいのか。で、えっ、ー、と、まず、ローカルでサーバーを立てます。B、こいつによって、えー、ローカルの8082番でポートが立ち上がって、で、そこで、えウェブサーバーが立ち上がって、今、Python って書いてるんですけど、まあ、Python を実行できるような形になります。で、今、僕の手元でやるのはいいんですけど、皆さんに触ってもらいたいんで、あのー、 n ブロックでしたっけそういうトンネリングするソフトウェアがあると思うんですが、それを簡単に使えるク,レクラウドフレアの、あのー、コマンドがあるんで、こういつでトンネルを今作ります。そうすると、ここに、えー、あ、ちょっと、どっか行った。ここに、えー、こういう URL ができて、こういつにアクセスすると、さっきのところに、つながる、つながります。あ、今見えてますよね。これがつながります。じゃあ今、 これをチャットに貼りますんで、皆さんもちょっとアクセスしてほしいんですけど、これで、えこいつに、ちょっと Python の引数をそのまま書くんで、若干だるいんですが、チャット wppy--query、あなたの名前は何ですかさっきと同じようなのを入れまして、サブミットしてあげると、ちょっとフィードバックがないんで、時間がかかるんですが、 ちょっとお待ちください。しばらくしたら結果が出てくるはずです。これで僕のパソコンの、あの、さっきのコマンドを実行して出てくるみたいな形になっております。そろそろ出てくる、出てくるはず。皆さんアクセスでき、できてますか皆さんのパソコンからも多分これアクセスできるんで、なんかいろいろ実行してもらいたいんですけど、ちゃんとこれ動いてるのかな あ,あ、デバッグで立ち上げたらよかったのか。なんか、ちゃんと動いているのかがわからない。動いているはず。あ、あれキャンとオープンあ、なんであ、そっか、間違った。えー、っと、こっちだった。実行する場所は間違ってました。えー、っと、こうじゃなくて、こっちか。これで、これでもう一回やればいけるんじゃないかな。 こっち。多分、いけるはず。結果がそのうち出てくると思う。はい。こういう感じで今出てきましたね。というわけで、結構時間かかるんで、ちょっと UI がいけてないんですけど、えー、今多分皆さんの手元というかブラウザでも僕のこのローカルのこの環境にアクセスして、このチャット WPPUI を実行できるっていう状態になったと思うんですが、 こうやって、あの、ちょっと実行が面倒なやつも共有できるようなツールを作ったりしました。というわけで、えー、まあ GPT、すごい便利なんだけど、まあできないこともあるよね、と。まあそのためには外部知識の参照というのが必要で、外部知識の参照の仕方っていうのをお話ししました。で、えー、まあコマンドを作ったんだけど、えー、まあ共有するのが大変なんで、ブラウザを経由して共有できるコマンドを作りました。はい、そんなお話でした。以上です。ありがとうございました。